マディソンスクエアガーデンは、アメリカ合衆国ニューヨークシマンハッタンクの8番街と31の33丁目にある、スポーツアリーナ及び、エンターテインメント会場である。単に、ガーデンとも呼称され、日本語表記の記事では、マディソンスクエアガーデンと表記している記事もある。2万人収容のスポーツアリーナと、5000人収容のシアターなどで構成されている。 当初の建物はマディソンスクエア公園の北側に建てられたことが名前の由来である。マディソンスクエアガーデンの建物は過去に4回の移設があり、最初に建設された場所が実際にマディソンスクエアという名前だった。現在の建物は1968年に完成した。これはペンシルベニア駅の敷地の上に建っている。 荘厳なボザール様式の旧駅舎を取り壊し、駅舎とマディソンスクエアガーデンを新築する際には、歴史建造物保存の観点から、反対運動も起こった。NBA のニューヨークニックス、NHL のニューヨークレンジャース、NLL のニューヨークタイタンズのホームであり、大規模なコンサート会場であることで有名である。また、プロレスやボクシング、 サーカスの興業においても重要な歴史を持つ。19世紀からプロレスボクシングの試合が行われ、WWE が WWF 時代より MSG を本拠地として定期戦を行い、年間最大の大会であるレッスルマニアを最初に行った会場というゆえんである種の新生史をされていることやジャイアントババア,アントニオイノキ。 藤波達未ら日本人レスラーも MSG のリングに上がり活躍していたことから格闘技の伝道としても馴染みが深い会場である。また、ニューヨークという世界的に影響力のある都市の主要、コンサート会場であることから、世界中のロックミュージシャンなどがこの会場を目指している。マディソンスクエアガーデンでは、年間400以上のイベントが開催されている。フルシアターは、 同施設内にある、可動式の客席2000から5000席を備えた、劇場型会場である。ステージショーや会議、卒業式などで利用されている。ボクシングの会場としても利用されており、近年は、MSG 本体より、MSG シアターで興行が開催されることが多くなっている。過去には、NBA ドラフト及び NHL ドラフトが開催されていた。 1968年のオープン時は、当時の社長だった人物にちなみ、フェルトフォーラム、1990年代はじめに、パラマウントシアター、2007年にはシントンミューチュアルが、命名権を取得し、ワムシアター。となるが、リーマンショックで命名権を手放してからは、マディソンスクエアガーデンシアターとなっていたが、2018年からは、 フールシアターと何度か名前が変わっている。全面改修工事終了後の MSG、スコアボードが一新、また天井に、ラウンジが設置された。MSG は2011年から3期に分かれて、改修工事が行われ、主にコンコースや、大型映像装置の LED 化、更衣室、ロッカールーム、控室の改修、さらに、アリーナ天井に、ラウンジが設置された。 これに伴い本場のリバティは改修工事期間中、ニュージャージー州ニューアークのプルデンシャルセンターでプレーされていた。また、現在ペンシルベニア駅を大規模改修する計画が進行中であり、契約上マディソンスクエアガーデンは2023年までにペンシルベニア駅の敷地から立ちのかなければならないことになっている。MSG サイドは、 さらなる契約の延長を求めているが、駅サイドは有数の世界都市ニューヨークにふさわしい、駅舎とするために立ち抜きを求めている。移転先の有力候補は9番街と28から30丁目に、立つアスプス、モルガニュー便施設の敷地である。シーガー、マレー、コンストラクションビギンズ、オンニューマディソンスクエア、ガーデン、 グリレージプットインプレース、エイヤーアフターデモリションアットペンステーション。WAS STARTED。The New York Times HTTP コロンスラッシュスラッシュセレクト NYTIMES com GST スラッシュアブストラクト HTML レスイコール F5916FA385。 E147A93C2AA178BD95 回408,685回、旧2012年5月15日閲覧。フレッド・セブラッドデザインド・マディソン・スクエア・ガーデン、ゲートウェイ・アーチ。ロサンゼルスタイムズ。 http://articles.latimes.com/1990-06-15/news/mn-421 デザインドマディソンスクエアガーデン2012年3月6日、閲覧 ?AB ニューヨークアーキテクチャーイメージズ、マディソンスクエアガーデンセンター、ハットコナーマクレガー S レコーズキャリアフィッツ、アフター UFC205 ウィンオーバー。 エリー・アルバレス・フォックス・スポーツ。ビリー・ジョエルが、前人未到の記録を樹立。N.Y. マジソン・スクエア・ガーデン通算100回、公演達成。ソニー・ミュージック・オフィシャル・サイト。 h t t p s w w w s o n y m u s i c c o j p a r t i s t b i l l y j o e l i n f o 4 9 7 0 9 4 2 0 1 9年8月5日閲覧 ?1985 年8月14日に行われたモトリークルーのオープニングアクト。 ロッキン FC1985 年10月号139から 141P ハット。20年かかった。ラルク・アンシエル初 NY 公演は熱狂と興奮の、渦にナタリー。2012年3月28日、閲覧ラルク。マディソン・スクエア・ガーデンで、日本人初単独公演ナタリー。2012年2月28日、閲覧。ラルク、MSG で、 日本人初の単独ライブ 3K スポーツ2012年3月26日閲覧、MSG、ザトランスフォーメーションハットバルトマン、マシュー・マクシェーン、ラリー、マディソン・スクエア、ガーデンツー・アド・ペデストリアン・ウォーク・ウェイズ・イン・ラフターズ、アズ・パート・オブ・775ドル。ミリオン・メイク・オーバー。 デイリーニュース、http コロンスラッシュスラッシュ WWW.NYDAILYNEWS.COM スラッシュ NY ローカール、2010、11、26、2010年11月26日、ビューフロムザトップマディソンスクエアガーデン、2アドペデストリアンウォークウェイズインラフターズ、HTML2011 年7月3日閲覧。は R.R. バーツ、ムービングザガーデンウッドペイブザウエフォー、A. ニューペンステーション、カーブド2014年10月26日閲覧マスレポートありがとうございます。